1977年、国鉄地北線時代の川上駅と、周囲500メートル範囲。左上が、北見方面。単式ホーム一面一線。かなり早い時期に側線が全て撤去されているため、痕跡が見当たらないが、かつては、駅裏側に、貨物積み下ろし線と、駅舎横の池田側に、貨物ホームと引き込み線を有していた。ここも、木材搬出駅として、 周囲を木材が取り囲んでいた時期があった。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成川上駅は、北海道阿蘇の郡陸別町あざ、都市別川上62にあった、北海道地方区高原鉄道ふるさと銀河線の駅である。ふるさと銀河線廃線に伴い、2006年4月21日に廃駅となった。 電報略号ははみ。廃止時点で一部の普通列車も当駅を通過していた。木材資源を搬出することを目的として1920年に設置された。1924年の記録では、市街地もあり、市街地人口150人、周辺人口1350人、倉庫数300個であった。昭和初期までは、駅裏土場の都市別川側に、 富士製紙の流走木材陸揚げ網輪も設置されており、1923年には年間乗降数2万9000人の利用があった。また、第二次世界大戦後も陸別営林所の伐採事業による投駅の利用があったが、トラック輸送への切り替えのほか、木材需要の低迷などが原因となり、昭和30年代後半には、 周辺がほぼ無人地帯となったこともあって徐々に利用が少なくなり、国鉄時代末期は1日あたりの統計上の利用者数が0人の状態が続いていた。川上駅周辺は最低気温がマイナス30度を下回る日本でも有数の極寒地として知られているほか、駅舎の状態や付近が無人地帯であることから、大学のサークルにおける体感合宿でも使用された。 地名より、もともと当地は、ポントゥペップトゥと呼ばれていたが、都市別川の川上にあることから、川上と名付けられた。単式ホーム一面一線を有する地上駅。大正9年に作られた、木造駅舎がほぼ当時の姿で廃止後も残っていたが、すでに撤去されている。周囲に民家は全くない。廃線直前の状況では、数十メートル先に、 鉄道感謝が一件あっただけであった。現在は携帯電話の中継所となっており、保証小屋風のあずま屋が建っている。AB1948 年撮影航空写真 USA R351 から79では駅裏が木材で埋まって、活況を停止していた姿が見れる、10年 P104 北海道案内。 高橋理一郎編地方振興自責調査会出版1924年発行、陸別調郷度総書第4巻、草村樹にドム売り区別調子通信編、P508、北の銀河鉄道 P155、ISBN4 から535582181、AB、官報1920年5月19日鉄道章、国事第7号、JR 釧路支社 P82、P JR 釧路支社 P96JR 釧路支社 P97JR 釧路支社 P12210 年 P105 北海道駅名の起源、日本国有鉄道北海道総局札幌市1973年3月25日第一版148ページ A 新 B000JQ ルバイありがとうございます